はい、こちらには本日東証マザーズに新規上場しました証券コード9272ブティックスの代表取締役社長新村雄三さんにおいでいただきました。新村さん、おめでとうございます。ありがとうございます。先ほど値段見ましたら公開価格が1350円、それに対して、1800円台の会計範囲が出てました。まだ、寄ってません、はい、人気のスタート、どんなお気持ちですか？いや、本当に身の引き締まる思いでございます。本当にありがたく思っております。上場のスタート切ってます。ブティックス、一体どんな会社なのか、まずその事業内容からご紹介いただきたいと思います。はい、私どもですね、介護業界に特化いたしまして、介護の事業者、それから各種サプライヤー、これは介護用品のメーカーとかこういったところですけれども、それから一般の消費者の方々、こういった方々を対象にマッチング事業を展開している会社でございます。はい、現在、こちらにスライドにありますように4つの事業を行っておりまして、まず左上の商談型展示会ですね、こちら私ども東京ビッグサイトの方で2015年から開催しておるんですけれども、介護業界における B2B の展示会としては国内最大級の展示会に成長しております。こちら東京だけではなくて現在大阪の方でも開催をしておりまして、今年の7月からは福岡でも開催するということで、今全国展開を図っているところでございます。それから2つ目の事業がですね、この右側の M&A 仲介サービスになるんですけれども、こちらも介護業界に、介護の事業者に特化した形で M&A の仲介を行っているサービスでございます。こちらも2015年からスタートしておるんですけれども、制約している案件数、組数がですね、年々こう増えておりまして、初年度が9組、2年度目が25組、今年は最終的に41組の制約を見込んでいるというところで、非常に急成長している事業でございます。それから3つ目がですね、左下ですが、ウェブマッチングサービス、はい、簡単に言いますと展示会のウェブ版と考えていただければよろしいかと思うんですが、ウェブ上でもサプライヤーの方々と介護の事業者をマッチングするということを行っております。それから右下、 e コマースですね、はい、でこちらは介護用品をインターネット通販の形で販売するという事業でございます。このような4つの事業を現在行っております。わかりました。それをさらにですね、どのような形で相互に関連しているのか、そんなようなお話をいただきましょうかね。はい、じゃあちょっとスライドをご覧いただきたいんですけれども、私どもですね、この4つの事業、いろんな相関関係を持って今行っておるんですけれども、その最初の入り口となっているのがこの商談型展示会でございます。この商談型展示会というのがですね、基本的にはプロ同士のマッチングの場ということもありまして、いらっしゃる方々というのは基本的には決済権限を持たれた購買権限のある方が集まるという特徴がございます。で、私どもこの商談展示会を開催することで、さまざまなその、介護の事業者の決済権限者の方々のデータベースが、我々のことに寄せられるものですから、はい、その方々に対して必要とされているいろんな課題解決のためのサービスを、私どもが生み出して、新しい事業として、展開をしているというのが私たちの事業モデルになっておりまして、はい、まあ、その中でいち早く事業化したのが M&A の仲介サービスという形でございます。はい、こういった形で、展示会を入り口として、まあ、そのデータベースを活用する形で事業展開を行っているというのが特徴でございます。そのマッチングサービスがどのような構造になっているのか、ここに何か表があります。はい、こちら真ん中のところがですね、各種サプライヤーとなっておりまして、はい、これは例えば介護用品のメーカーであるとか設備のメーカー、施設向けのサービスを、行っていらっしゃるような方々が、まあ、サプライヤーという形でいらっしゃるんですが、はい、まず我々がマッチングしているのが左側が B2B の市場ですね。はい、これ介護の事業者、老人ホームであるとか、うんうん、デイサービスであるとか、こういった介護事業者さんと、まあ、サプライヤーさんをマッチングする、うんうん、これが商談型展示会において、売り手と買い手を結びつける形でマッチングを行っているというのがこの商談型展示会ですね。はい、で左側の方に行きますと、この介護の事業者の中でもですね、今大手中堅の介護事業者、こういったところはどんどん新しく建てたりとか買収されたりで非常にこう事業を拡大されていらっしゃる一方で、小規模な介護事業者の方っていうのが、うん、まあ、かなり経営難になられてですね、廃業する、事業者も少なくないと今状況になっておりまして、はい、まあ、その、大手さんは小規模なところをどんどん今買っていらっしゃると、うん、買収されるというのがありますのでニーズがありまして、まあ、その二極化しているその大手さんと、うん、その小規模なところをですね、はい、M&A の仲介という形で、マッチングをしているというのがこの M&A の仲介サービスになります。うん、
で右側が今度 B2C の市場になるんですけれども、一般の消費者の方々向けにですね、サプライヤーの商品を我々が、e コマースの形でネット通販で販売するという形でマッチングを行っているというのがこの B2C の e コマースの事業になります。B2B も B2C もという形でですね、介護業界をベースに展開なさっているとですね、こちらにそして業績の推移を持ってきていただいてます、これは売上高の推移が棒グラフで、出ていますね。過去5期間の推移とそして18年一番右側が18年3月期ですから今集計に入っている期の売上高の予想という流れになってますね、ここに ブルーと赤で仕分けしてあるのが、B2C、B2B の事業の仕分けとなってますけども、ここ 3期間ぐらいの伸びが急激になってますね。やはりB2B の事業を2015年から開始しているんですが、ここから会社の方がですね、非常にこう収益を上げる収益構造が変わってまいりまして、売上についてもかなり成長のスピードが増しているという状況になっております。だいたい B2B 始めてから 120% ぐらいで毎年売上が伸びておりまして、今期につきましても過去最高の13億円ですね、昨年対比でいくとだいたい 20% 増になりますけれども、ぐらいのところで今、最終的には見込んでおります。そしてこちらには経常利益、の推移も持ってきていただいています、これも一番右側が18年3月期今集計段階に入りました期の予想経常利益、これは9600万円でございますね、前期比ですと5割近い伸びになりますか。そうですね、こちらもやはり B2B の事業というのが非常に収益性が高いものですから、こちらの事業を開始してからガラッとやっぱ会社の収益構造が変わりまして、順調に利益の方も伸びておりまして、こちら利益につきましても過去最高益となる見通しでございます、やっぱり B2B 事業に進出したというのはもう成長のドライバーとして大きいわけですね。そうですね、わかりました。そして、その成長期に入りました御社の事業の特徴強みについて改めてこう整理していただけますでしょうか。まずは商談型展示会ケアテックスという事業なんですけれども、こちらの方いわゆる展示会というと一般のお客様が入るようなこう PR を中心とした展示会というのがあるんですが、それとは違いまして、商談型の展示会ということでございますので、業界の専門家プロの方だけがいらっしゃる、展示会でございます。左側が来場者のプロフィールなんですが、例えば介護の事業者、老人ホームの方ですとかグループホームとか、あるいはデイサービス、病院の方、こういった介護事業者に介護に関わる方々の中で、経営者層の方とか、購買権限者の方々が約1万5000人、昨年のこれ実績ですけれども、ご来場されているというのがこの来場者ですね、で片や右側が出店者なんですけれども、これは介護用品のメーカーをはじめ、高齢者の、老人ホームなんかで使われる設備備品がたくさんあるんですけれども、こういったような商品をご出店いただいて、来場された介護の事業者はこういったサプライヤーの方々の、そこで商談ですとか取引交渉をされまして、仕入れをしたりとかですね、導入されたりという商品を選定されるということで、真剣にご来場されるというのが特徴でございます。わかりました。その商談型展示会の特徴強み、それを整理するとどうなりますか。そうですね、今申し上げたように、かなり決済権限者の方が多いというのがやっぱり特徴でございまして、それと同時に、2番目にありますように、私ども東京だけではなくて大阪ですとか福岡でも順次今全国展開を図っておりますので、展示会というとやはり一地域に来場者というのは集中しがちなんですが、こういった形で全国展開することで全国の介護事業者サプライヤーの方々とお互いにですねマッチングするような場を提供しているというのが強みでございます。そうですか。そして定期的に行うことで積み上がっていくと。そうですね、そんな積み上がっていくストック型のビジネスでもありますので、2015年にですね、第1回開催して以来、この4回開催しているんですけれども、毎年大体年率で削対比 140% 平均でですね、年率 140% で今成長しておりまして、今後につきましてもこのような形で成長していくということで見込んでおります。ここにある棒グラフは出店のコマ数、コマ数ですね、出店いただくその単位でコマって呼んでるんですが、それのコマ数の推移でございます。わかりました。順調に伸びている。そしてもう一つの今の柱となっています M&A 仲介サービス、こちらについてもより詳しくお話しいただきましょう。
M&A の仲介サービスをこれ行っているんですが、今介護業界非常に競争も激化しておりまして、大手中堅の会社はどんどん今、買収をしたり新設で伸ばしていらっしゃる一方で、中小零細のところが経難になってこう廃業されるところも増えていると。それを我々が大手さんが買いたいという買収のニーズが非常に高いものですから、それを我々がマッチングさせていただく形で M&A の仲介をお手伝いさせていただいているという事業でございます。とりわけ当社の強みというのが、展示会を開催することによって3000件ほどですね、もうすでに買い手のデータベースを構築しておりまして、そのデータベースをもとにですね、売上件が出てきたときにすぐさまマッチングするということができておりますので、この2番にありますように、業界に特化してそういうデータベースを3000件あるという中で、制約期間が非常に短いというのが私どもの特徴でございまして、極めて効率的な、ゆえに最低手数料100万円というですね、業界では破格の手数料体系で今ご案内をさせていただいているんですが、それでも非常に効率よくマッチングをさせていただけるので、我々としても非常に、効率よくマッチングができているという状況でございます。わかりました。そうした強みをベースに今後の中期戦略、どんなのがありますか。そうですね、今申し上げた、介護の、展示会事業ですね、それから M&A の仲介事業、いずれも非常にまだまだ成長余地が高いので、ここ数年についてはこの既存事業を徹底的に伸ばしていくということをまずやっていきたいというふうに思っております。で加えてですね、中ほどにあります介護業界深掘りフェーズ、ちょっと次のスライドをご覧いただければと思うんですが、私ども商談型展示会を入り口に、そこで得られたデータベースをもとに、さまざまな、ニーズを課題解決できるようなですね、サービスを提供していきたいと思っておりまして、その一つが M&A の仲介サービスなんですが、今後もそれ以外にもさまざまなサービスを展開していきたいというふうに考えております。そしてもう一つは他業種へも展開。そうですね、今介護業界で行っているこの事業モデルを、この一つの成功モデルを介護以外の分野でもどんどんやっていきたい、これ寡占化されていないですね、売り手も買い手も中小の会社さんが多い業界においてはマッチングのニーズというのは非常に高いものですから、これを介護以外の業界でも展開していくということを次のステップとしてやっていきたいというふうに考えております。わかりました。今後は期待されます。株主投資家の皆さんにですね、メッセージを一つ送っていただけますか。こちらの方ですね、私ども、非常に伸びているこの介護高齢者マーケットにおきまして、マッチングのですね、ビジネスを行っているわけですけれども、今後やはりこのマッチングということでなくてはならないような会社として、成長してまいりたいと思っておりますので、ぜひ、皆様、ご協力ご支援、ですね、いただければというふうに思っております。どうもありがとうございます。本日東証マザーズに新規上場しましたブティックスの代表取締役社長新村雄三さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。